リアム・ローソンは今年アルファタウリで5レースに出場し、オーストラリアのダニエル・リカルドが手の骨を骨折した後、負傷したリカルドの代役を務めました。その際、彼は非常に印象的なパフォーマンスを見せました。レッドブルはニュージーランドの有望な選手に初めてのフルタイム F1 シートを提供することを目指しており、ヘルムート・マルコは今後12ヶ月以内にリアム・ローソンが後数レースをドライブすることを期待しています。 ローソンはレッドブルドライバーアカデミーの出身で、その才能が注目されています。21歳でありながら、すでに f アンカーのハンドルを握って、印象的な成績を収めています。今年彼はアルファタウリで5回のレースに出場し、急な招集にもかかわらず、シンガポールでシーズン最高の成績を記録しました。その印象的な走りから、一部のファンや専門家からは、 2024年のアルファタウリのフルタイムシートを期待する声が上がりましたが、代わりに、リカルドと角田裕希が1年獲得することが決定されました。しかし、ローソンは、レッドブル両チームのリザーブドライバーとして残り、もしメインドライバーが欠場した場合には、再びレースに出場する予定です。これはまた、ドライバーのラインナップに、恒久的な変更がある場合に、彼が恩恵を受ける理想的な立場にあることを示唆しています。2024年には、 セルジオ・ペレスが、レッドブルで、マックス・フェルスタッペンのチームメイトとしてスタートする予定で、リカルドと角田は、アルファタウリでの成功を目指しています。しかし、ペレスが、契約最終年に向けてプレッシャーを感じており、チームがラインナップ変更を検討する可能性があることも考慮されます。コメント、リアム・ローソンの処遇をどうするのか、注目が集まっています。マルコも、後数レースをドライブすると言いましたが、 どのような状況を考えているのでしょう機械を作るのか機械を待つのかそれとローソンのシート確保は誰かのシートですから誰が抜けると考えているのでしょうかねそれは絶対に言わないでしょうが一番気になるところです。